東京ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。チャイニーズタイペイ代表対韓国代表ゲーム2の模様をお送りしてまいります。この放送の解説は夏川光雄さん、黒木智弘さん、そして部長山口文雄でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。一塁に送ります。一塁はアウト。ショートゴロに終わっています。そしてここも抑えてツーアウトにしたい。第1球は初球は手を出しません。ストライク狙ってきたんでしょうか。2球目インコース決まった。低めの球、変化球を自由自在に操ります。3投目センターへの打球になりました。さあ前に出ます。ワンバウンドヒットになりました。さあヒットになった。センターへの打球はヒットになりました。そして次のバッターとなります。中初回からヒットを許しています。さあ1球目多いボール、手を出した、上がった、ちょっと離れていましたが打っていきました。先頭打者は内野ゴロ。その後ヒットを許しています。2球目です。しかしこれは外れています。平行カウント1エンド1。遠いボール打っていった、抑えた、二塁アウト。一塁手走、これは一塁はセーフ。あー足があるということでね、ダブルプレーできませんでしたね。ツーアウトで次のバッターを迎えます。キム・テイユ、ツーアウトになっています。まずはストーンと落としてきました。ワンストライク。第2球はどういく、これは内に持ってきました。いきなり2つ落としてきました。外、外れてボール。低めを丁寧に攻めています。さあバッター有利か、コーナーを狙います。これではバットが出ません。次が5球目、バッター見送りました。これバット出ますけどね。はい、最後まで見ていました。打っていった、取りました。一塁送球、これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表終了、韓国代表得点はなりませんでした。そして韓国の先発ピッチャーキム・グァンヒョン、チャイニーズ・タイペイをどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、チャイニーズ・タイペイの攻撃、トップバッター、外のボールはこれでワンアウト、ピッチャーフライに終わりました。そしてバッターはこの回はワンアウトになっています。どこから行く、初球スライダーで入りました。カウントワンストライク、ノーボールです。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ストライク、151キロです。キャッチャーのサインが、この変化球は枠の外、ツーエンドワン。空振り、今の場面もう一度見ていただきます。そしてバッター林に2アウトになっています。あっと打ちました。これはセンターへの打球、これはセンターが前に出ます。取りました。3アウトチェンジ。1回の表裏終了、チャイニーズタイペイ代表3人で攻撃。2回の表、韓国の攻撃、5番、両チーム無得点のまま2回に入っています。さあどこから来るか、まずはストライク。それにしても見事なコントロール。攻撃中の韓国、先ほどのイニングは残塁が1つ、結局無得点に終わりました。ここはストレート、このストレートで追い込みます。さあ外してくるのか、打った、右方向、しかしこれはライトが出ます。ライトフライに終わりました。そして次は DH、 リジ、今日の1打席目になります。ヒルボール打った、右への打球、ファウルです。ワンアウトランナーはありません。次の2投目、外のボールは打っていった、ちょっと遠いボールでした。
た。ショートへの打球、取って一塁へ。アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。バッターチェジョン、ツーアウトになっています。どこから攻めるか。痛烈な打球、初球狙った。これはライトへ上がった。しかしこれはライトが間に合います。取って、これで3アウト。2回の裏、チャイニーズタイペイの攻撃、返します。この今日最初のバッターボックスです。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクノーボール。まずは初回を失点ゼロとしています。打って、今引っ掛けましたね。キャッチャーフライに終わりました。次のバッターが入ります。リン・ウェイツ、今日最初のバッターボックスに入っています。どこに出てくるんでしょうか。ワンアウトになっています。この球はどうでしょう。さあ、いい当たりだ。打球はライトへ行ったか。ボールか、ボールか、行った。先制のホームラン、入った、入った、入りました。右への打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。2回の裏、先制となるホームラン。そして先制のホームイン、1対0。選手全員が出迎えます。1点先制します。このまま優位に進めていくのか。さあ、今のプレイご覧いただきましょう。打順が移ります。タオグオチ、これも痛烈な打球、これも入るか、これも入るのか。このまま飛び込んだ、ホームラン。この一発にライトスタンドが沸きます。満員の東京ドーム、このすごい弾道でレフトスタンドに入りました。2回の裏、これでこの回2本目のホームラン。序盤から点を重ねていきます。今ホームに戻ってきました。2対0。今のホームランはどうでしょうか。まあ、ピッチャーあたりもね、自信を投げたボールでしたけどね、それを見事に打ち返しましたよね。そうなんですね。1点を追加します。点差は1つ増えて2点差になっています。ああ、首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。この一発はどんな影響を与えるでしょうか。そうですね、試合の流れによっては大きな得点になってくると思いますよ。そうですか。今日の1打席目になります。まず初球、初球高めに来ました。ワンストライクです。2対0、チャイニーズタイペイがリードしています。さあ、次はどう攻めるか。やっていきました、右方向。さあ、次のサイン、変化球打ちました、右方向へ。まあ、変化球をね、引っ掛けてましたね。そして次の8、さあ、今日の第1打席です。初球はどうか。まずは初球ストライク、ワンラッシングです。さあ、2球目は入れてきました。ボールカウント2ストライク。さあ、1球様子を見るか。これはいい当たりだ。これはショート、ショートが取ります。1塁を送ります。1塁アウトで3アウトチェンジになります。2回の表裏終了、チャイニーズタイペイ代表2対0、先制点が入りました。3回の表、韓国の攻撃、トップバッター、カンミン。さあ、最初のバッティングはどうでしょうか。さあ、初球、初球ヒッティング、竹はピッチャーの横、取った、一塁に送ります。アウト、一塁アウト。待った、この回はワンアウトになっています。打ちました、打球はレフトへ上がっています。前進、前進します。レフト、これは間に合いません。勝ちました。ここで打順が一巡します。イオン、先頭バッターはタイヤゴ、その後ヒットを打たれています。いきなり牽制、リーチャンチャ。このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。最初は見ていきます。枠いっぱいに決めてきました。これが2回目のバッターボックス。どう攻めるのか。膝元へ決めてきました。2ストライクノーボール。さあ、追い込んだ、変化球打った、低い当たりになった。この打球はファウルになります。あっと打った、打球はファーストへ。ファーストランナーセカンドベースを蹴った、ヒットになる。まあ、ここは状況に流されず、まずは自分のバッティングでしょう。そうですね、特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。体の力を抜いていつも。なおもワンアウト、この場面でランナーを許しています。初球は、最初は変化球持ってきました。この球はボールになります。この回ヒットを2本打たれています。2球目はどう、まっすぐを打って、さあ、ランナ
セカンドゴロに終わっています。さあどこから来るか。まっすぐ打ちました。上がったか。ライトです。これでアウトカウントが2つ。ライトフライに倒れました。ツーアウトになって今日2回目のバッターボックス。高めまず内に出てきました。この球は外れています。リーチャンチャ今日は3回途中までを投げ許したヒットが4、そのうちの3本がこの回ということになります。初回の1打席目高めのボール球手を出した。セカンド取った。アウト。3アウトチェンジ。3回の表が終了。韓国代表1点を返しています。2回3回の裏今日最初のバッターボックスに入っています。最初の1球初球インコースから入りました。152キロです。2対1チャイニーズタイペイがリードしています。空振りです。スライダーで追い込んでいます。これはボールになります。2エンド1になりました。変化球打ちました。バウンドになります。さあ5球目一塁これはアウト。セカンドゴロに終わっています。今日2度目のバッターボックスに入っています。まずスライダーを持ってきました。ワンストライクです。初回の第1打席ピッチャーフライに終わっています。あっと低め2ストライク。様子を見ていった。この球は外れています。カウント2エンド1。さあ次の4球目は一塁に送ります。一塁これはアウトです。そしてバッタージャンチーシャ左のボックスです。初回の1打席目スイングアウトの三振に倒れています。真ん中打ってライン際の打球はわずかに右ファウルボールです。これが2回目のバッターボックス。決まった。外いっぱい直球で追い込みました。低めのボール打ったショートへの打球取って一塁へ。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。3回の裏を終了。チャイニーズタイペイ代表3人で攻撃を終了しています。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね相性悪いと思います。打ってガッと弾いた。さあこれはどうか。一塁送球セカンドへの内野安打になりました。そして打順が変わります。さあ最初の1球アウトしました。今のは外に外れていたんでしょうか。先頭打者いきなり内野安打を許しています。バントします。あーっと上げてしまった。今のはねバットを出しただけですよね。そして次のバッターとなりますチェジョン左ボックスに入りました。この前の打席はいい当たりだったんですがライトフライに終わっています。高めを打ちました。打球はセカンドへ。二塁がフォースアウト。これでスリーアウト。ゲッツーに切り抜けました。接戦が続きます。どちらも全く好きや。4回の裏チャイニーズタイ先ほどの打球は見事な当たりだったんですがセンターフライに終わっています。初球はどうでしょうか。最初のボールを決めました。しかし今日はストレートがいいように思いますが次の2球目カットフルは強い当たりだ。これはライトへ上がった。しっかり捉えた。ライトフライに。ここもまずワンアウトにしています。最初はストライク。当たりませんでしたけどいいスイングですよ。しっかり振って空振りです。キム・ガンヒョこの試合これもいい当たりだ。いったか。これはいったぞ。ホームラン。チームが勢いづきます。内野の当たりはレフトスタンドに消えていきました。今回の裏ホームランが出ています。さあこの勢いで差を開いていきたい。今ホームインしました。3対1。さあ達川さん今のバッティングはどうご覧になりましたか。やっぱりホームランにはね本当花がありますよね。追加点が入ります。その点差は2になりました。韓国代表今日初めてのピッチャー交代です。イ・ジェウ2点をリードされての登板となります。チャイニーズタイペイに対してどんなピッチングを見せるチャイニーズタイペイ代表。さあ追加点となるホームランが出ています。緩いボール打ったショートへの当たり取った。一塁に送ります。一塁はアウトになります。ショートこの回ワンアウトからホームラン。その後は内野ゴロに終わらせました。まずは変化球ワンストライクノーボール2球目はどうでしょう。あーっと打った。ではセカンド取った。一塁送球一塁これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。緊張感を持続しながらのきつい試合。5回の表韓国の攻撃リー・チャンチャ今日の4回までのピッチング打たれたヒットが5本そして1失点というピッチングです。低め打ちました。左方向へワンバウンドヒット。さあヒットが出ました。センターへのヒットになりました。さあランナーが出ました。マクキヒョ打席リー・チャンチャ今日はヒットが6本この回1本打たれています。一
内へ。最初は高めに来ました。これは外れました。この回ヒットを打たれています。ストライクです。ワンエンドワン。3回の第1打席レフトへのヒットを放っています。送ってきました。ファールになりました。次が4球目。スリーバントしてきた。抑えた。一塁に送ります。ここは手堅く行きました。ワンアウトになりました。そして次のバッターを迎えしたい右のバッターボックスになります。韓国代表送りバントでランナーは2塁に進んでいます。外の遠いボール打っていった。今のねカットボールを引っ掛けてますからね。取ってツーアウト。キャッチャーフライに倒れました。彼の一振りで大きく流れが変わることもありますからね。そりゃベンチも期待していますよ。そうですね。みんなガーッと打ちました。セカンドの前になります。一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。5回の表が終了。韓国代表5回の裏。ここまでのチャイニーズタイペイヒットが3本そして3点を入れています。一方の韓国ヒットが6。変化球を打っていった。左へ持っていった。上がりました。これは大丈夫。レフトが取れそうです。次のこれが2回目のバッターボックス。最初のボールは外から攻めていきます。ボールカウントワンストライク。第2球はどういく。見送ってストライク。このカーブで追い込んでいます。今度はまっすぐ。ここは1球外します。次の4球目。あーっと空振り。また待ちきれませんでした。今のシーンもう一度見てみましょうか。次のバッター、今日2度目のバッターボックスに入っています。第1球はどうか。いって抑えた。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。ここまでの投球内容を見るとややボール球が多くなっています。さあここは豪快な一発期待したいですね。この力はありますからね。これ注目ですよ。さあスタンドの盛り上がりに応えてほしい。状態は落ちるボール打ちました。打球はラインには切れるか。打順が移ります。キムテユ6回の表ワンアウトになっています。何を投げてくるか。球は少し上がった。これはライトが前に出ます。取りました。ライトフライに倒れました。そしてバッター、これが3回目のバッターボックス。どこに入れてくるか。これも初球狙った。前に出る前に出る。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになる。センターへのヒットが出ました。さあブルペンでは準備が始まっています。そして打順が変わります。イジミョ。さあ3回目の打席。さあ最初の1球打球。ラインには際どいか。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。韓国代表0点。6回チャイニーズタイペイ打ったヒットは3本そして3得点です。チャイニーズタイペイがリードしています。最初の1球は成田。チェンジアップ打ちました。これはピッチャーの横。ここでヒットが出ました。抑えた。ファーストへの内野安打になりました。どこから狙うか。その初球カーブから入りました。ワンストライクノーボール。ファーストランナースタートを切った。これは外れた。タッチしてアウト。二塁盗塁失敗。さあ3回目の打席。さあ次の3球目まっすぐで決めました。ツーストライクワンボール。さあ次の4球目は今のはちょっと危ない投球です。内への変化球は決まりません。ツーツー。あっと今度は外。カウントツースリー。見逃し。そして次の3。先頭バッターにヒット。その後三振を取っています。さあ1球目。まずはストライク。カウント1ストライクノーボールです。イ・ジェウン今日は2回と3分の1を投げて許したヒットが1本。無失点できました。2アウトになっています。今度は緩いボールできました。2エンド1になりました。さあ4球目。これはまっすぐ 2-2 です。次が5球目。これは強烈な当たり。1塁線。これはファウルになりました。この6球目。ストレート左方向取ってスリーアウト全部。さて試合は2点差のままラッキーセブンに入っていきます。チャイニーズタイペイ代表先発ピッチャーマウンドを降り7回の表韓国の攻撃しています。攻撃中の韓国先ほどの回は残塁が1。そして得点はなりませんでした。どこから行くか。この前の打席なんですがセカンドへのダブルプレーに倒れています。2球目はどうでしょう。まっすぐを打ってこれは低い当たり。あっとこれはセンターの前ワンバウンド。さあヒットが飛び出した。1本目のヒットが出ました。そして次のバッター、これが今日3回目の打席。どこから行く。ストレート打って低い当たりになった。取りました。二塁フォースアウト。一塁転送。一塁もアウト。6-4-3のダブルプレー。
初の一球は何か。打った。三塁線の当たりはファウルになりました。早くもツーアウトになっています。だから初球2球とね、詰まっています。三遊間の当たり取って一塁へ。アウト。一塁はアウトでスリーアウトチェンジ。7回の表が終了。韓国代表2得点に終わっています。韓国代表3番手ピッチャーをマウンドに上げます。イムテフ。2点差という場面がありません。いやー、辰川さん、チャイニーズタイペイはどうすればいいですか。今の点差ではね、決まったとは言って、あっと痛烈な当たり。打球はレフトへ上がって、どうだ。ボールを追っていきます。フェンスに直撃した。さあ、バッターランナーは2塁へ。さあ、連携プレー見せるか。ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒットになります。4回の2打席目、ショートゴロに倒れています。最初は変化球、空振りです。ワンストライクノーボール。さあ、どうでしょう。あっと、今度はインコース。ツーストライクノーボール。キャッチャーの要求は、打って、あっと、抜けた、抜けていきます。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。ここでヒットが出た。三塁にランナーを置いて、投げにくくなりますね。まあ、ここはバッテリーの信頼関係ですよ。さあ、キャッチャーを信頼して、得意のボールで勝負してほしいところです。ここで打順は DH へ回ります。カオゴチ、その注目のバッターボックスです。いい状況。最初はストライク、ワンストライク。次の第2球、緩いボールできました。さあ、バッター追い込まれています。キャッチャーのサインはこれはボールです。バッテリー1球外してきました。次の4球目、今度は変化球。2ストライク2ボール。強い当たり、ラインの外。今のはファウルです。ちょっと今のは危ないボール、緩いカーブ。2ストライク3ボール。ファーボールです。ファーボールのランナーを許します。そして7番ファン・ウション、そのバッターボックスです。まあ、確実に抑えたい場面になりますね。最初のボールを決めました。ボールカウントワンストライク。2球目です。今度もいい当たり。センター抜けた。センターに抜けます。セカンドランナー一気にホームを狙う。バッティランナーが今ホームイン。今セカンドランナーもホームイン。対1センターへのタイムリーヒット。2点も追加。4点差に広がりました。いきなりランナーを背負っての登板。どこから行った。バントします。取りました。二塁へ送ります。二塁はアウト。そして一塁転送、アウト。一塁カウントでゲッツーに来て取りました。そして次のバッターを迎えます。ワンションイン、右打席です。さあ、初球です。初球振りません。この球はボールになります。さあ、どうでしょう。変化球持ってきました。ワンエンドワンです。さあ、3投目、これはボール。ワンエンドツーです。今度はインコースに持ってきました。ボールカウント2エンド2。さあ、何を見せるか。あっと三振。これでスリーアウトチェンジ。7回の表裏を終了。チャイニーズタイペイ代表2点を追加。5対1リードを引き、8回の表、韓国の今日4回目のバッターボックスに入っています。最初の1球、変化球を打っていった。取った。一塁送球、一塁はアウトです。リンコーチ、今日は1回と3分の1を投げて打たれたヒットが1本、無失点に抑えています。ストレート、センターに持っていきました。前進前進、これは取れない。ワンバウンドヒット。ここでヒットが出ました。今のはどうでしたでしょうか、松川さん。今のはね、ヒットでランナーを出しています。どこから行く。鋭い打球、初球を捉えました。中間に上がった。ワンバウンドヒット。バッターランナーは二塁を狙った。さあ、ボールが返ってきた。さあ、ファーストランナー一気にホームへ。ツーベース。今ファーストランナーがホームイン。と言いますね。まあ、余計な力を入れて空回りしないことが大事ですよ。このチャンスをものにできるでしょうか。ピッチャーが交代します。当然ピッチャーは1球の重みを知ってますからね。ここはバットで結果を。6回の前の打席、ライトフライに倒れています。初球見送っていきます。ワンストライクです。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。打っていった。さあ、このランナーであれば十分間に合うか。ワンバウンドヒットになりました。さあ、セカンドランナー三塁を回ります。これでこの回3本目のヒット。セカンドランナー今ホームにした。何が何でもランナーを返そうという姿勢が溢れてますよ。得点圏での打席はそんな意識が大事なんでしょうね。これはもうね、バッターの修正ですよ。6回の3打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。初球から打った、いい当たり。右に持っていった。ライト線に上がっている。ライト線が落ちた。これはフェア、フェアです。打ったバッターはセカンドへ、中継のセカンドへ。ツーベースヒット。さあ、ワンヒット同点のチャンス。韓国代表、ここで代打を告げました。このような状況ですのでね、
2ボム得点圏にランナーを置いての打席になります。これコンディションがねちょっと気になりますけどね。はい、果たしてこの打席はどうなんでしょうか。外からこれでアウトカウントが2つ。あーっとサードランナータッチアップしている。サードランナー今ホームイン。5対4。前線のランナーを返せるのか。これねめちゃくちゃ気合が入ってますよ。ここは一つの山です。今日のバッティング3打数1安打。最初の1球は何か打った。打球はセンターへ。前に出る。前に出ます。ワンバウンドヒット。打ちました。さあまたヒット。ヒットが続いている。そして8番。さあ今日のバッティングなんですが3打数の1安打。チェンジアップでしょうか。打ちました。サードです。抑えた。1塁へ送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかし同点のねチャンスだったんですけどね。ですよね。ゲームは8回の表を終了。リンチェシェン今日のゲームは1回出塁しています。最初の1球最初は見ていきます。ワンラッシングです。この球はどうでしょう。ストライクになります。さあ2ストライク追い込みました。さあ1球様子を見るか。変化球が低めに外れます。ボールにしてきました。さあ第4球空振り三振。先頭バッター三振に切って取りました。次のバッターはどうでしょうか。ジャンチーシェン。ワンアウトになっています。初球ストライクを取りました。ワンストライク。これが4回目の打席。ストレート決まってツーナスイン。このストレートで追い込みます。低めインコース。1球外しました。さあ4球目この球は見ます。ツーツー。まっすぐ持ってきました。まあよく辛抱してますけどね。はい。さあツースリーになった。インコース打ちました。これはショート取って一塁送球。一塁これは余裕でアウト。勝利の方程式がまさに完成しようかという状況です。こういう勝ちパターンが確立しているチームは強いですよ。さあ初球まず外から入りました。ワンストライクノーボール。次の第2球決まりました。微妙なところを攻めてきます。あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。さて試合は1点差のまま9回最終回へと入っていきます。チャイニーズ台北代表3回目のピッチャー交代です。ジェーム点差はわずかに1。守りきれるんでしょうか。さあ最終回きっちり抑えるのか。9回の表韓国どうしても塁に出なければなりません。さあどこから来るか。今のはバッターに当たりそうなボールでした。攻撃中の韓国前の攻撃では2人残塁。しかし3点を挙げています。まっすぐ打ちました。まあ引っ掛けたと思いますけどね。これ変えますかね。ああ変えますね。点の欲しいこの場面韓国代表ここで代打を起用します。イテック。ワンアウトランナーなし。高めのボールが手を出した。この回は先頭バッターを打ち取っています。あっと打った。ショートバウンドになった。一塁へ送ります。一塁アウト。サードゴロに終わっています。さあヒットを重ねたい。バッターはいつだってヒットが欲しいんだと思いますよ。当たりが欲しいですね。最後のバッターになるか。打ちました。これは低い打球。思わずバットを出してしまいました。8回の4打席でセンターへのヒットを放っています。2球目はどうでしょう。遠いボール手を出した。一塁送球アウトです。最初を取る。